ま、今日は、やっぱりどうやっても、ユーリさんの話なんですけど、あの、浅田ユうさんっていう、セクシー女優の女の子がね、あの、今度初めてレズモノの撮影をするのに、 そのパートナーのこと直前に喧嘩しちゃったから、うまくレズれるかどうかわからないっていう。まあ、これが今僕の中で。超興奮するわと思いながら。俺の中でそのほ、撮影の、撮影の数日前にパートナーと喧嘩してからの、これは絡みなんだって思ったら、超興奮するわっていう、そういう今状況なんですけどね。で、まあ、その、全国の、その、ええー、 えー、有利ベスト10の2位が大沢優利さんっていうことなんですけど、<laughs> 朝さ、まあ、この TBS で30年間 TBS の顔としてやってきた大沢優利の悠 u ワイドっていうね、こう番組にね、あのー、こう出させてもらって、ゲストで出させてもらって、まずさ、ハイヤーで、家の前にゲストハイヤーで、こう迎えに来んだよね。ビッ もう嫌がらせだよ、あんなの。俺の家の前のあの理の路地入ってきてさ。よくあの、またさ、近所のババアが猫に餌やっから最近猫ひどいんだよ、あの路地。<laughs> 一匹の猫も引き潰さずに、イヤーが入ってくんね、やっぱ一流だからさ。<laughs> ほいで、その、え、7時、7時50分に玄関前でお待ちしますって言ったらさ、もう30分ぐらいにさ、ま、外出て待ってんだよ。 ねもうさ、裏口から逃げてやろうかと思うような状況じゃん。<laughs> で、聞いたらなんか、あのー、俺ちゃんみたいなビッグなゲストが来るから、特にハイヤーって言うんじゃなくて、TBS 全体そ、その、あの、ハイヤータクシー会社と契約してるじゃん。タクシーチケットやら、それハイヤーのお迎えみたいな全体で。ほいで、聞いたら、自分も朝の番組やるようになったら、朝家に毎日ハイヤー迎えに来るっていうわけ。 何この夜とのさ、夜はう、もう、必ず。 ほふ前進で来いっつってね。えー、すいません、歩いて行きたいんですよ。ダメー,ー。お前はほふ前進、肘骨、肘骨見えるまでほふ前進で、あの来、来たぐらいで十分だっつって。ね、ちょっとでも休んでんの見たらぶっ飛ばすぞって言われて、地下鉄乗ってもほふ前進で来いって言ってんじゃん。肘骨見えてからの話だよ。肘骨見えた、あ、もう、肘骨が減っちゃったところで初めてお前にスイカなりそういうやつをやるからっつって。 夜はそうなのに、昼間はなんかさ、毎,毎回ハイヤーが来るっつうか冗談じゃねえと。 リムジンで来いと。曲がれるもんなら曲がってみろ、あのクソみてえな路地、俺のびっくりするような、リムジンであそこ入ってくるっつったら、もう旅館にある箱入り娘っていうあのパズルみたいな、もう、どう組んだら、ね。資源ゴミの箱をまず横にずらしてなんつって。で、番ントを前に出してなんてやんないと、リムジン入ってこれねえような状況なんだからさ。ほえでさ、その、何 はいや、向かいで、来てさ、したらさ、あの、ゆうりさんがすごいテンション高くてさ、順位奥よく来てくれたね、なんつって、あとは任したよ、なんつう話でさ、すごいテンション上がっちゃってさ、俺がゲストなんだか俺がホストなんだかわかんないぐらいゆうりさん喋りだしてさ、途中から最近のテレビは消しからんみたいな、最近のテレビなんてろくなもんじゃねえっていうテンションで始まっちゃって、俺は出ますけど、みたいな。<laughs> 俺はうりさんみたいにラジオ一筋って決めたわけじゃないから、そこそこ出ますけど、みたいになりながら、なんかもう、その、白鵬けしゃらんなんつって。うん、すいませんなんつって <laughs>、ね。朝から。ねえ、まあいろんな。でもねえ、なんかびっくりしちゃうのは、この夜の番組で、俺平気で1時間喋るじゃない。で、1時間喋ることの方に苦労を感じたことはあまりないの。ね。 あの、いや、みんなが迷惑なのは知ってるよ。<laughs> 迷惑なのか <laughs>。だけど、こっちが1時間喋ることを、例えば1時間も喋るなんてすごいですねって言われても、だって生まれた時からもう必ず朝から2メートルのうんこ出ちゃう人にとって、褒められたと、むし別に2メートルのうんこ出すの全然苦労じゃありませんけどっていうのと一緒で、むしろ15センチのうんこ出すのが苦労じゃん。俺、それなのよ。<laughs> うんこが長いのかってことは、ウィキペディアにあいつはうんこ2メートルって書いちゃダメよ早いよ。あのー、1時間は喋れるよ。10分ぐらいで、ちゃんとこう朝の、朝の、なんつうのかな。えー、っと、覚えた覚えた。えー、っとね、飽きの来ないトーク毒にも薬にもならねえような話。ね。<laughs> 桜が何分咲きか報告するみたいなやつ。ああいうこう、なんかちょっとしたやつあんじゃちょっとしたやつ。 でもさ、朝いきなりさ、そんな、浅田有利のレズモノの AV が出ますよみたいなダメなんだろうあれお。おそらく。それをちゃんとこう、10分ぐらいでまとめて、10分どころじゃないよ。6分とかでまとめて、ほいで今日のそのメニューを全部言って、メッセージこれくださいみたいな話してみたいのだってもう6分だもん。変 <laughs> なこの、最初の計画ではこのオープニングの話なんか2分でいいのに6分なんだもん、もう。 そうやって考え、なるほどね。朝のトークは、だ大体、ええー、と、浅田ゆうりの話から、大沢優里さんの愚痴と大体いいセットで、だいたいこんなもんね、あとやってもいない報復前進の話入れるとこれぐらいなのね。<laughs> こういうんでスタートなのね。学んでいく。<laughs> 月曜ジャンク。伊集院光る深夜のバカ力から。いや、なんか、プレッシャーとかそういうんじゃないんだけど。でも環境が違うからどうしていいやら。 でよくこう、あのー、これからはこの番組を3時までやって、それでいて、その次の火曜日、まあ8時半からラジオをやることになりますと。まあごめんね、これは東京 TBS の話で申し訳ないんですけども、まあ、月曜日朝の8時半から11時までラジオをやって、で、えっと、その後、こう TBS のこう空いてる部屋から物を盗んだりとか、こう、<laughs> しながらね、しながらね。 あの、夜半のスタッフの机の中から金品をこう盗んだりとかして、それで夜このラジオやるじゃないですか。やって、で、そのまま、え次の日の朝の、え8時半からまたラジオやりますよみたいなのが大変じゃないですかっていう、そんな喋り通しで大変じゃないですかって言われるんだけど、俺、この間の土曜日、この間の土曜日、朝の10時半から、そのアシスタントの女の子たちが、女性たちが、女性タレントたちが、不安だと。 始まる前にどんな感じなるかやんないと不安だから、あのー、本番形式で、ラジオをやりたいっていうわけ。ラジオをやってみたい、リハーサルをやってみたいっていうのに、スケジュールがある日俺全然暇なんだよ。スケジュールがある日が土曜に集中したから、俺、えー、昼間の10時半から夜の7時半までずーっと、リハーサルでずーっと喋ってたけど、その後、 まだ俺喋ってたからねずーっとずーっと夜中の3時までその終わってから、えー、大竹誠さんと三浦靖子さんともう始まっちゃうとさなんかこうちょっと変な感じになるから始まる前にいろいろ飯連れてってやなんつってで飯食ってそこに白鳥が合流して大竹さん帰ってつってってずーっと喋りっぱなしで。 朝4時半ぐらいまで飲んで喋って家帰って別になんてことないからね <laughs> 別にしゃべるってことに関しては何とも思わないんだけどむしろ喋らない喋らない箇所が結構あるのよそのリハーサルやるとなんかそのトークコーナーなんだけどスポンサーさんがついててスポンサーさんは企業としてこういう朝を迎えてほしいからみたいなあの日本行動的には素敵なこと言って始まるやつあん,あんじゃんか ね、その素敵な日本コードの話が終わったあとはそのレズミアンの絡みの前に大喧嘩してる作品について喋ってもいいのかどうか分かんないけどそこのところはちゃんとこう黙ってなるほどなんつって「水ぬるむ」だぞという言葉がございますが、ね、この「水ぬるむ」は春の季語しかし秋口にもみたいなやつ知ってましたかなんつってははい <laughs> 俺は分かんないからそ,その反応の仕方がまだ本番になったらまたちゃんと考えますよ でその時にはもう知ってますともとぬるんでぬるんで大,大変なんだからぬるむぬるまないで言ったらねぬるむね <laughs> 夏ってねそういうちゃんと合いの手なんかも入れますけどもリハーサルの段階ではわかんないし面白いこと考えついてもあんまりきつきつに行かない方がいい時間帯みたいなのもあるみたいだしなんかうりさんも言ってたけどうりさんになんかこうちょっと自分が謙遜してこう。 つい、こう、あの、情報型になっちゃうんですよねって、今日朝の番組の中でも、ついいっぱい、こう、あの、騒がしく喋っちゃうんですよねそこだっっ最近の、あの、ラジオもテレビも騒ぎすぎだっつって、公開処刑です。え <laughs> <laughs> 今日で公開説教。公開説教っていう。まあ、そんな感じで、とりあえずね、日々、日々やってますよ。えへ、ー、死者もで、中庭の少女たち。その、 まあ、大竹さんは、さっきご飯を食べ終わって帰って、で、で,で、またさ、ちゃんこ鍋屋さん、あれ、三浦さんがよく行くちゃんこ鍋屋さんなのかな。ちゃんこ鍋屋さんセッティングしてくれて、そこで大竹さんと三浦さんと白鳥と、俺でご飯食べてて。そしたらなんか、隣の、その、ふすます、隔てて隣もどうやら芸能界関係者がいるらしい、みたいな。で、なんかその、えーっと、 お互い、こう、そ、そこで知らなくていいからさ。あのー、うん、挨拶しないとか、お互い、お互いのいることは言わないけど、どうも隣は、えー、芸能関係者らしいっていう。 もう、なんだろうね。悪口のトーンが下がるね。<laughs> せっかくのちゃんこ鍋なのに、いたらビンゴの場合はもうこ、もうなんかトランプ候補の悪口ばっかりになるね。関係者多分いねえだろうと思って、トランプもあんなもの言わねえよな、みたいな。ね本当にあれか、大統領になるなんてことありえんのかみたいな。知らないのに。全然詳しくないのにって。それ以外、なんかわかんないけど、ちょっと近づくと怖いから、みたいな。いちゃった場合きついし、みたいなことで喋ってで、大竹さん帰った後に、 あの、なんとなくもうちょっと行けそうな感じってなって、三浦さんと、えー、と、白鳥と俺3人で、で、これどっかで飲もうってこと、もうちょっと飲もうってことになって、で、てまあ寒いから早く飲むとこ入りたいんだけど、そしたらなんかさ、すごい、こう、シャレオツなさ、あの、ビール、ビールなのに20種類ぐらいあるとこあるじゃん、なんかわかんないけど、その、20、二十種類えー、と、小瓶ね。 中瓶、大瓶、ね、さ,さらに、大瓶ってほどではないけれども、中くらいの瓶よりは少し大きい瓶とか、ね、え <laughs>、あと、えっ、ー、と、前の人の飲み残しとか、何種類もあるの、ビールがあって、で、そこ、入ってさ、もう笑っちゃうよ、酔っ払って、俺、大竹さんと結構、ほんとご飯ずっと行きたくて、 三浦さんたまたま会った時に、ちょっとラジオ始まる前に、朝のラジオ始まる前に、ちょっと大竹さんとセッティングしてよ、みたいな話で言ったもんだ。もうそれ嬉しくてしょうがないからさ。その、えー、と、勢いでさ、いい調子になっちゃってるからさ。なん結局夜の12時ぐらいから朝の4時過ぎぐらいまでずっと、このメンツでよ。このメンツで恋愛の話をシャレオツのバーでしてたからね。<laughs> あの、 もう気持ちが悪い。もう営業妨害だよね。そこそこ流行ってそうなとこだったけど、全然人来ないわ。ほでこう、白鳥とはま付き合い長くてさ。で、そこでこう困ったんだけどさ。白鳥の相方の河村、多分この河村いるじゃん。河村がどうやらネットニュースとかを見る限りは、天下の、その、社長と交際が始まったっぽい。 で、白鳥はどうなのよ、みたいな話聞くんだけども。まあまあ、その、こは彼の女たちのプライベートだから。俺からしてみたらさ、天河の社長とこけしコレクターが付き合うってことはもう超、<laughs> 超面白いんだけど、これでさ、そのスポーツ新聞かなんかの記事を、うちの嫁さんが、河村のこと本当に可愛がってきたから、あの、売れない頃から、その、え、売れてからもずっと連絡取ってて。おいで、その、えっと、河村から今度ご飯行きませんかっていう、そのメールが来ましたと。 で、ついちゃおそらくその、えー、っと、う、うちの神さんもちょっとワイドショーの片隅で見た、その件なんじゃないかと、カメラから直接報告等があるんじゃないかと思うんだけど、うちの神さんが、ついては天下ってのは何なんだってなってる <laughs> で、これが、うちの神さんそういうのに疎い人だから、俺の部屋には堂々と天下が本棚に、<laughs> いただき物の天下が並んでるわけ。だからこれね、あの、今まではこれを知ることは絶対ないから、 天下を隠してないのよ。全く。ね。で、天下ってなんだって言われて、で、その、なん、あの、ジョークグッズだとは言ってるんだけど、その、言ったんだ、河村のが付き合ってるとされてる天下の社長って何なんだ。それ、あの、な,なんつうのかな、そのジョー、ジョークグッズっていうか、なんか大人向けの、みたいな話してるんで、俺、心の中で、お前はもう何十ペン何百ペンと見てるよて <laughs>。俺の部屋に来るたびに見てるよ。これさ、どうにか、 どうにかこの河村と会うのを阻止しないと。<laughs> もうさ、あんだけそのあの赤くてあの形でさ、俺の部屋にあるっていうのはわかる。だから、天下の社長と会って天下が明らかになった途端、この数年間、堂々と目の前に天下を置かれてたっていうことがわかるわけじゃん。ダメだよね。<laughs> っていうかさ、天下ってさ、有名になっちゃダメだよね。 元々のコンセプトが、ねその、置いといても洒て、洒落て、喋ってるからわかんないようなさ、コンセプトなのにさ、あの人出たがりだからさ、<laughs> 天下社長出たがりだしさ、天が広めたいみたいなことだからさ、どんどんそうなっちゃうじゃん。これ、うちの、絶対、もし、この付き合ってんのが本当ならば、あの、絶対、繋がるよね。<laughs> なんかバッ、バチ、バチコーンってなるよね。 バチコーンってなった時、俺はどうすればいいんだっていう。それも白鳥に相談してんだけど、白鳥が白鳥でよくわかんねなんかあの、剛毛っぽいやつと付き合ってんじゃん、あいつ。あれののろけみたいにしてくるわけ。気持ち悪い。みんな気持ち悪いよ、もうジ。ジャンク。他の新番組ってさ、みんなさ、もう今日から始まってるよね。この、改変期って。 で、ゆうりさんは、なんかその30年前に始めたのが、え、日付的に4月の、えー、8日だか、4月の5日だか、そいつなんかあって、で、その日まで、あのー、やりたい、っつって。はい。<laughs> ちょっと出遅れ、はい。<laughs> あの、後番組を継ぐものとしてはちょっと出遅れて、スペシャルウィークも、はい。<laughs> っていう形で、ね。 もうないもないもない。そうなりましたんでってことで、<laughs> まあ、あのー、まあ、ずれてますけど。僕は4月の11、11日から。まだわかりませんよまだわかりませんからね。俺 <laughs> 今週末海外旅行とか行きますから帰ってくるかどうかわかりませんから、ね。<laughs> で、えー、で、その、えー、4月の11日からやるんで、さっきも言ったリハーサルやってんだけど、あのね、性格的にはリハーサルの方が面白い。 リハーサル超面白い。リハーサルってさ、まだやったことないからさ、やったことないから、あのー、例えば、TBS ラジオショッピングのリハーサルとかやるわけ。で、俺ちょっとラジオショッピングに対して、ここなんつうのこだわりっていうのがあって、これが多分、あの、えー、ギリギリまで僕が TBS でやるよって決める、あの、引き受け、 受けさせていただくね。話自体はいい話ですよね。ねだから、えー、そら、えー、と、月曜日から、その朝の帯はやりたいですけど、最後までいろいろ話し合った中の一個の懸案事項は、俺あの、ラジオショッピングで、あのー、あんま、笑っちゃうっていうか、あの、 自分と全く関係ないものみたいのを、あの、俺、どうコメントしていいのかよくわかんないから、それに関して、がっつりこう、あの、ラジオショッピングに俺食い込むのは照れ臭いっていう、ね、えー、の、どうしましょうみたいな話がずっとあったんだけど、まあ、それは自然体で言ってくれていいよって、もちろん横から、あの、欲しくねえとは言うなよと。<laughs> ね、ね、嫌なこったとは言わ,言わないけど、ね、あのー、<laughs> まあまあ、能動的に、能動的にさ、えー、な、なんつったらいのかな。今まで、あの、先輩で言うと、爆笑問題の田中さんが、あのー、日曜日のラジオショッピングで、えっ、ー、と、パン作るやつあるんじゃんパン作る機械。パン焼き器。パン焼き器の,の、そ、え、のー、ショッピングのお姉さんが入ってて、どれだけパン焼きが素晴らしいかっつって。で、野菜嫌いのお子さんには、野菜を生地に練り込んだパンとかも、 美味しいかもですねって言って。そしたら横から、大田さんが、椎茸もう練り込めば食えんじゃんって言ったら、絶対食えねえって田中さんがまさかの。大 <laughs> 田さんがチャチャ入れるならまさかの椎茸だけは絶対に無理 <laughs> っていうが僕の中では一番アウトな、今まで TBS のラジオショッピングの中で一番アウトに近づいたやつなんですけど、あの、わかんないけどさ、自分が、それ、ただむしろ、えっと、おすすめしないものが来ることは TBS のラジオショッピングではないと思いますよ。何にビビってんだよ、俺は。へ,へ思います。そらないですよ。いいものばっかりですよね。命を落としても買いたいようなものばっかりですよ。その商品が崖にありました。で、崖がかなり風化しています。でも行きますよ。そういう商品ばっかり。 で、このトーンもダメらしいの。で、ね、このドーン、もうトーン、わかりません。あのー、えー、両膝の先から、えー、乳白色の骨がニュルンって出ちゃっても、もうそのパンや機器を手に入れたい。協力してるつもりなんですけど、おそらくダメなんで。で、その辺の、こう、小さ加減が全然わから、わからないから、最初にそこの話し合いで、えっ、ー、と、別に、それによってギャランティーが下がってもいいですから、 僕はその、能動的に、絶対に、えっ、ー、と、義務としてそこに、こう、あの、よよっていうのはならない。みたいな話をずっとし,してきたわけ。したらそれをさ、多分さ、ラジオショッピングに来るお姉さんもすごい言われちゃってるんだと思うね。リハーサル前に。伊集院さんはなんかもうラジオショッピングに一言あるらしくて、あのーと、こっちに振るんじゃねえよみたいな感じですから、デリケートですから、伊集院さんには一切話しかけないで多分言われてると思うんだよね。 ガッチ、リハなんだよ。リハなのにガッチガチで来るわけ。で、しかもリハの原稿が、もう今まで多分使った原稿なんだと思うんだけれども、なんかその、羽毛布団で、聞く限りいいもんなわけ。俺からしてみたら羽毛布団の、なんかその、えっ、ー、と、この季節最後のその安売りの羽毛布団の原稿を使って、えー、えー、なんか超高級羽毛布団があってもガッチガチだからさ、なんとかサービスしなきゃ、あの、ほぐさなきゃと思ってさ、 リハでやってるときにさ、えっ、ー、と、なんだけどハンガリーさんの、ハンガリーさんの、もう、その辺の、その、あの、ただ羽毛であればいいと思うんじゃなくて、その、ハンガリーさんの、なんとかかんとかダックの、なんつって、その横んとこで、俺が、あれ、あの、荒川遊園地あたりにいるダダックの、あの、系統は違うんですかねなんて言うと、<laughs> は<ー>い。<laughs> いいからもう、お前来ないペースでもうやれから、っていう。<laughs> その感じがさ、もうさ、絶対本番ではないじゃん。途中から、途中から余計なことをすげえ言ってきたりとか、ね。もう、あとさ、やってるうちにちょっとさ、コントの感じになってくる。じゃ、そろそろお値段を発表させていただきますみたいになるからさ、そこの時に俺がさ、あれですよなんつって。でそのたい、その、僕の中での設定価格がありますから、それ常識って僕はいろんなその相場が分かってますから、 ちょっとや、そっとで、驚いたりとかしませんよって言いながら、一万、うぅたぶん多分ね、あのー、俺怒られる。<laughs> すごい今後その、多分リハーサルを元にして、怒られるんだよね。 なんか四つ星の羽毛布団です、みたいな。ね、あのー、四つ星の羽毛布団なんですよ、って。ね、すごいでしょみたいな感じになってんだけどさ。だって、元々の星が3万個ぐらいあったら四つ星すごい少ないじゃん。<laughs> <laughs> 元々の星が分かんねえんだけど、つって。ね。言って、それが分かんないから、よ、最高が5つ星の4つ星だったらあるだけれども、3万7千星なのに4つ星だったら、うわ、どんなんだって、うんこついてんじゃねえかと思うじゃん、こっちは。そうやって言ってさ、俺の中では、そうは言っても 5, 5つ星のうちの4つ星に決まってんじゃんと思うんだけど、7つ星のうちの4から、ちょっと微妙な感じの <laughs>、やつらしくて、ああ、そうっすか、みたいな <laughs>、ね。リハだよ。ね、リハなんだけど、この、リハの、 その、えー、テープの方が、超面白くて、リハだからさ、ゲスト来てもらえない。わざわざちゃんとお金出してゲスト来てもらえないから、その一緒にやる、えー、アシスタントとかはちゃんとあ、柴田理恵さんも来てくれたし、上田マリエちゃんも来てくれましたけど、ゲストはさ、その辺にいるレポーターの若手芸人を一応ゲストと仕立てて、こういう感じでゲストコーナーやりますよっていうののシミュレーションをやるわけ。で、そうするとさ、それなりにさ、あのー、 ちゃんとゲスト原稿みたいのをさ、書いてくれるんだけどさ、来るやつが、えー、ヤーレンズのデイさん、と、<laughs> ね、<laughs> さあ、十時台、この後は、今や飛ぶ鳥を落とす勢い、話題のお笑いコンビ、ヤーレンズの突っ込み担当、デイ淳之介さんが登場しますっていう、<laughs> それを上田真理恵さんが、えー、と、あの、振ってくれて、で、それらしくその本番の音楽流れて、 えー、ヤーレンズの歴史を語り、で、ヤーレンズの、その、デイさんが来て、で、一応今回の、その、えー、ゲストの来るときのフォーマットは、有名ゲストが来るときのフォーマットは、ゲストの名前と、ね、ま、まあ、今日の大沢優うさんの UIL では、早見もこみちと、何と、みたいな、えー、っと、テーマ。僕の、元々のラジオの名前が、伊集院光と、ラジオと、だから、早見もこみちと、何と。 っていうのをやってこだわりみたいなのを聞くんだけど、そのヤーレンズのデイの項目が、えー、デイクはコーヒーが大好きらしくてさ、えーえー、ヤーレンズのーデイとコーヒーとって書いてあるわけ。すごいと思わない誰っていう人が、<laughs> お前が誰かの前に自分のコーヒーに対するこだわりを15分喋るっていう。<laughs> でいて、え、えっ、ー、と、今日はエアーレンズのデイさんにお話を伺いました。ね、えー、明日はですね、えっ、ー、と、元金太郎の相方の、えっ、ー、と、えっと、とうの、なにこちゃんです、うん、みたいな、ね。お楽しみにつって終わるのも超面白くて。<laughs> で、そいつも来るんだけど、そいつは元々金太郎の相方で、なんつったっけな、金太郎の、え相、ー、方、と塚ずかなみこ。とうなみこちゃんっていう、 えっと、金太郎とコンビ別れした途端に金太郎が猛烈に売れて、ね <laughs> 口も聞けなくなったっていう、ね、<laughs> のお、お嬢ちゃんが、えー、っと、えー、お仕事のない日は、お風呂に潜って、お風呂の底から、お風呂の水面を見るのが大好きですって話を、15分するっていう。<laughs> で、聞いてる側の方が、元日テレアナウンサー、今、もう売り出し中の上田真理恵ちゃんであり、その、柴田さんでありなんだけど、 しょうホームランちなみにもゲストで来たよ。あのホームラン、ホームランなみち。ホームランなみちがゲストに来たからね。ホームランなみちの日頃では聞けないようなトークを。<laughs> ホームランなみちが日頃、ホームランなみち日頃聞こうと思ったら、いろんなパチンコホール行かなきゃならないんだから。<laughs> パチンコホールでつコンパニオンの営業ずっとやってんだからで。ホームランなみちさんのもう日頃ではもう全然こう、あのー、えっ、ー、と、見られないような側面をつって。一番音楽流れて。ホームランなみち。何歳 何々事務所所属っていう。えっ、ー、と、もともとは俳優を、えー、女優を目指していたが、何々がきっかけで、えっ、ー、と、パチンコ界の、えっ、ー、と、え、期待のアイドルとして、みたいな話出てくるわけ。ね。もうそこでも初めて聞くようなことが。それでゲスト扱いでホームランなみち来て、ホームランなみちとじゃあパチンコとっていうことで言っ,ったら、あいつも熱くなっちゃって自分の好きな台と好きなリーチの話を延々としてるわけ。<laughs> そんな朝の番組ねえよって思うんだけど。<laughs> こっちを俺はもうねポッドキャストで配信してる。<laughs> だってさ、誰も知らない奴が、日頃聞けない裏の顔を言って、表の顔が分かってないんだよ。表お前何やってるか分かんない奴が、裏の顔をめ、もう延々と、延々と話してくれるっていう、超シュールな、<laughs> あれ、オンエアできない。一周目あれオンエアしようか。や <laughs> めて。<laughs> 一周目あれをやっていくと、ハードルも高くから。 本日のゲスト、ホームランナミチさんは、1989年、福島県郡山市生まれの現在26歳です。大学進学を機に、故郷の福島から上京。2008年18歳の時に、MC の腕を、ま、磨くために、パチンコホールでイベントコンパニオンとして活動を始めました。うん、2011年、テレビ番組、輝けパチスロリーグに出演。2012年から、パチンコとパチスロが大好きなアイドルとして活躍されています。って言って、あの、 ホームランナミチさんが入ってらっしゃって。で、今日のその項目がこう全部で10個ぐらい用意されてるわけ。ホームランナミチと何とっていう。で、その中で、ホームランナミチと、それじゃあまずは芸名と、変わった芸名なんで芸名とで、すいません、あの、 ホームランさん。<笑><笑>ホームランさん、芸名の依頼をお願いできますから、つって。で、真面目だから、その前に、西武の和田のバッティングホームのモノマネをラジオなのにやってんだけど、で、もう、必死だから、必ずそのホームランなみちって名前で、必ずそのパチスローのレポートする前には、バッティングホームのモノマネをやるんですけれども、あの、現役時代の高橋義信もやってた。で、言って、やんや言われて、ね、で、えっと、それでは、ホームランなみちと芸名についてですね、ホームランさんの方から、 初めての方もいらっしゃいますんで、なんつって <laughs>、ね。もう皆さんに聞かれてると思うんですけれども、<laughs> えー、ナミさん教えてください、なんつったら、えっと、一番最初は、本名の、えー、っと、河内なんとかでけやってたんですけれども、その、パチンコで、その、の、仕事を始めたときに、あの、あの、木村銀拓さんからですね、あのー、えっと、木村魚拓さんから、木村魚拓さんからですね、えー、っと、 あの、メメしていただきまして、って言って、うん。どうしようかなと <laughs> ライターなんだよね。パチンコ雑誌のライターで有名な、パチン、その、ラストらしいんだけど、木村魚拓さんから、あの、こういう名前がいいぞって言われて、目立つぞってつけてっていう。あれです。俺もう、ホームランなみちっていう芸名で、あの、困ったこととかありませんかって言ったら、あの、もう得することばっかりで、あの、他の人が何々、何々ぐらいの名前なのに、私だけ、ホームランなみちだから、右にすごい出っ張るんです、なんつって。 そうですか。夏、<laughs> これですよ。このトーク。超聞きたいでしょ。ほい <laughs> で、あの、あ、お時間がなくなっちゃう。いろいろその、ホームラン並み地はいつもユニフォーム着たりするからユニフォームの話とかもしてもらった後に、最後の最後に、あ、すいません。次、ホームラン並み地と挫折とに行こうと思ったんですけれども、<laughs> 今から出るんじゃねえのか、お前っていうね、お時間がなかったんで、またよろしくお願いします。大活躍のホームラン並み地さんでしたっていう、この送り出す。この流れですよね。 えー、来週は、えー、来週はダーリンズの小田さんがゲストに参りますみたいな。あの番組超いいんだけどなまあ、な、何かの機会にね、表に出ることがあったら、あの、皆さんにお聞きいただきたいと思います。うん